補定地区はマダケ属に属する竹の一種。別名多発竹、鹿児島県では小山竹と呼ばれ、奄美大島ではクサンデんで、ナとも言う。補定地区の間補定地区の葉直径2から5センチメートル、高さ5から12メートルの中型の竹。表面に毛はないが、底部には白く短い毛がある。枝先に葉が2から5枚つく。花は水上につき、長さ3から8ミリメートル。 原産は中国の長江流域、または石膏省、福建省の産地で郊外南の山野に分布する。ベトナムではバック艦省など北部に分布する。日本や台湾などにも移入され、自生化している。開花周期は60年120年。艦の基部から枝かあたりまでの節が斜めになって、石膏が不規則に短く詰まって膨らんでいる。 それが七福神の布袋の膨らんだ腹を連想させることから補定竹と名付けられた。中国では人面竹と呼んでいるが、補定と同じ連想のラカン岳、コトブキセイ岳、フツハラ岳や観音竹、竹などの別名もある。同様の節の形を有する妄想竹の変種は吉光竹と呼ばれ、その直径は約10センチメートルで補定竹よりも太い。 園芸植物として各国の庭に植えられている。節の斜めになった部分が握りやすく、乾燥剤は折れにくいため、釣りとして使われる。かつて、補定畜生の釣竿が外科獲得の花型だった時期がある。妄想畜などと同じように加工して、杖、小さい器や被尺などを作ることもできる。缶は他に、若竹の幹を破って、薄い内膜を鳴らす。 子供の玩具とし、その音からググタケと呼ばれた。タケノコは、妄想地区のタケノコの時期より、後の4月下旬から5月上旬に出てくる地上部を手で折るとポンと音がして取れるが、鎌で刈ることもある。無毛で、地区も手で剥ぎ取ることができる上、アク抜きの必要がなく、歯ごたえも味も良い。一般に煮付け、炊き込みご飯、味噌汁、漬物で食べられる。 鹿児島県では軽く茹でて、刺身と同様に酢味噌をつけて食べることも多い。中国では、小竹の小銭などとも呼び、鶏肉などとスープにしたり、炒め物にして食べることが多いが、メンマにも加工される。ウィキメディアコモンズには、フィリスタシスアウレアに関するカテゴリーがあります。ウィキスピーシーズには、固定地区に関する情報があります。ありがとうございます。